この動画にはネタバレが含まれます。それでもよかったらゆっくりしていってね。チャンネル登録よろしくお願いします。はいどうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。今回は、鬼滅の刃から、風の呼吸について見ていきたいと思います。鬼狩りの剣士が鬼の首を狩るために用いる全集中の呼吸の中でも基本となる五大流派の一つ。暴風のように荒々しい動きからかまいたちのように切り刻む攻撃特化の方であり、炎の呼吸と同じく攻めの呼吸ではあるが、こちらはどちらかというと範囲と速度により優れている。対応する日輪刀の色は緑色。呼吸音はシアー。使い手である品津川さねみは、鬼殺隊最強の位である柱の中で風柱を担当しています。顔や体中は傷だらけで、瞳孔を開き常に誰かに圧をかけているような見た目。そして見た目通り気性が荒く、作中では登場するたびに誰かと揉めています。初登場時は炭治郎に知性も理性もなさそうと思われていましたが、当主である産屋敷加賀屋が登場するや否や、敬意のある言葉を使うなどある程度の常識と知性を持ち合わせている模様。また品津川さねみは、稀地の持ち主であり、血液が外へと流れ出すと、その匂いで鬼が酩酊してしまうほど。それでは、型について見ていきましょう。一の型、人旋風そぎ。地理旋風とは地表熱によって発生する突風で、つむじ風とも呼ばれるもの。激しい旋風が地面をえぐりながらまっすぐに突き進んでいく技。水柱と身岡義勇との稽古や、上限の一国志望との戦いで使用。二の型、相当品と風。刀を一振りするだけで4本の斬撃が飛ぶ技。ちなみに品ととは風神の意味も持っているようです。上限の一国志望との戦いで使用。三の型、青蘭風樹。青蘭風樹という言葉は晴れた日に吹く風によって揺れる木という意味。渦のような風で身をまとい、敵の攻撃を受ける技。上限の一国志望との戦いで使用。死の方、症状砂塵乱。砂塵嵐とは文字通り砂嵐のこと。風が砂粒のように舞い上がり、無数の斬撃を放つ技。上限の一国志望との戦いで使用。弟である玄弥を守りたいという気持ちが前面に出ました。この方、木枯らし下ろし。木枯らしとは晩秋から初冬にかけて吹く風速8メートル以上の風。また下ろしというのは山から吹き下ろしてくる風の総称のこと。体の周りを大きな渦のようにまとった風で攻撃する技。水柱と身岡義勇との稽古で使用。六の方、国風炎乱。炎乱とは山中にかかった霧やもやのことで、山にかかる黒い霧と訳せます。複数の細かい風が一つの大きな斬撃にまとって強力な斬撃になる技。斬撃の周りは黒い線が入り、鋭い攻撃なのがわかります。上限の一国志望の戦いで使用。七の方、軽風天気風。軽風や天気風とは非常に強い風を指す言葉。空中で体をひねり、無数の斬撃を出す技。上限の一国志望との戦いで使用。岩柱姫島と同時に技を出しました。八の方、初烈風切り。烈風とは非常に激しい風のこと。名前にふさわしく、対象の周囲も巻き込みながら渦巻くように複数回切りつける大技となっています。無数の斬撃のすれ違いざまに目にも止まらぬ速さで送り出す。首が落ちた国志望への最後の一押しとして使用。以上になります。いかがでしたでしょうか。今回は、風の呼吸についてまとめていきました。風柱品津川さねみはもともとは普通の暮らしをしていたのにもかかわらず、稀地を持っていたという選ばれし者感がすごい人物です。戦闘スタイルは稀地に頼らずともパワー系でぐいぐい攻め込むタイプで、風の呼吸との相性も抜群で国志望にもその実力を認められ、戦闘中に月の呼吸に適応する速度も速く、実戦経験の多さや戦闘時の勘の良さを証明していました。今回はここまでにしましょう。次回の鬼滅の刃では、岩の呼吸について見ていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。